どうしようかな、何を悩んでいるんだ。この前、将来性のありそうな会社を買収したんだよ。でも、いざオーナー業をやろうと思ったら面倒になって。おい、きちんと仕事しないと、ベイスターズの暗黒時代のようになるぜ。何それ、トップの仕事がひどくて、最下位を独走していた時代だ。その話詳しく教えてよ。ベイスターズのストッキングをあげるからさ。都合のキラキラカードも頼む。わかったよ。じゃあ今日は当時の責任者たちがどのような失策を重ねて、ベイスターズをダメにしていったのだのか、解説をしていくから、最後までお付き合いよろしゃすだぜ。胸クソ悪い話もあるから、ご注意くださいだぜ。まずは、マルハ時代の大堀隆社長だ。大堀社長は、万年赤字状態のベイスターズを、独立採算で黒字化したり、積極的な補強も行い1998年のベイスターズ優勝を、陰から支えた人でもある。すごく優秀な社長さんじゃないの。ああ、そうなんだが、後年、ご本人も公開しているが、98年の優勝後から、TBS 時代の直前まで、3つの失策をしてしまう。何をしてしまったの？順を追って話すぜ。まず、ベイスターズ優勝時は選手層が薄かった。これは、球団が独立採算であったために、資金の問題で補強が満足にできていなかったのと、優勝時は、ほぼスタメン固定であったため、2番手や3番手の選手が経験不足状態だった。1番手の選手が、引退や移籍をしたら苦しくなるんじゃない？その通りだぜ。だから、当時の選手会長の石井拓郎は、優勝後、大堀社長に補強をお願いしていたんだ。しかし、大堀社長は却下。優勝で球団に多くの利益が出たが、補強にかける予算を大きく増やさなかった。その結果、優勝の翌年以降は、投手陣が疲労で故障、防御率が悪くなり、打点を上げても失点が増えていくから、野手と投手の仲が悪くなっていった。これが一つ目の失策だ。二つ目は監督人事だ。98年の優勝監督である権藤博は、放任主義の監督でな。ミーティングもほとんどしないし、練習や試合中の指示もほとんどしない。失点が増えて勝てなくなってくれば、選手だって不安になるし、野手と投手の関係もギクシャクしている。その状態でも監督は何もしないため、選手たちは監督へ不満を持つようになる。これはまずいね。だから、選手会長である石井拓郎が監督と話し合うために、全員参加のミーティングを開催したんだが、選手と監督の溝は埋まらなかった。その後、権藤監督はチームを去ることになるんだが、大堀社長は選手側が権藤監督を追い出した、という認識をしていたので、石井拓郎に対し、公認主義がダメなら、管理野球の頂点にいる人を呼んできてやるよ。このように話し、徹底した選手管理をする森正明を呼んだぜ。森監督就任1年目は3位で終えることができたが、今までと180度違う森監督の管理野球に、選手たちが大混乱して、2年目以降は最下位になるぜ。マスコミに対し、選手の文句を言って発破をかけるのも、横浜では陰険と思われて、選手の士気を低下させた。チームに合わない監督を呼んじゃったのね。そうだな。さらに、選手側もフロントに森監督への愚痴を漏らし、フロントも森監督なんてほっとけ、と言うから、監督の言うことを聞かない選手がいたのも問題だ。この状態を放置していたのは、トップとしてまずいね。ああ、そして三つ目は選手の扱いだ。森監督の文句をフロントに言っていた若手が、谷繁が怖い、という不満も言っており、球団側が谷繁に対し優しくしろ、と言ったわけだ。谷繁は、たるんだ若手の気持ちを優先する球団と、森監督の方針に嫌気がさして、中日に移籍してしまうぜ。守備の要がいなくなっちゃったね。それに、谷繁はギクシャクしている選手の中を取り持っていた。だから、この後チーム崩壊が加速する。あと、功労者に対する扱いにばらつきがあってな。一貫性のないチーム人事で選手は不安になった。大堀社長はチームを強くしたが、暗黒のきっかけも招いてしまったぜ。そして、ベイスターズの親会社が TBS となるぜ。TBS が親会社となり、オーナーに砂原幸男が就任、球団社長に8時だよ全員集合のプロデューサーを務めた峯岸進が就任、アマチュア野球で活躍し、バルセロナ五輪で監督を務めた山中正武が球団専務であり、実質的な GM に就任。アマチュア野球から GM を呼ぶの？選手の供給源はアマチュア野球だからな。関係を強化すれば、選手獲得がスムーズにいくぜ。なるほど、なんか盛り上がっていきそうじゃない？ところが、すぐにチーム人事でやらかすぜ。何をやらかすの？ベイスターズは東海大学の久保優也の獲得に動いていた。久保自身も横浜に入団するつもりでいたので、球団は久保と東海大学に対し、獲得を約束していた。しかし、ベイスターズは久保を指名せず、一方的に約束を破棄して別の選手の獲得に動いた。誰を獲得しようとしたの？佐田の和人だ。あ。一方的に約束を破られた、東海大学は激怒。
DeNA 体制になるまで、ベイスターズには一切選手を入団させなくなった。さらに長谷川スカウトも激怒して、ベイスターズを去るぜ。アマチュアとの関係強化のわずが、悪化したね。プロ球団の運営に慣れていないとかではなく、仕事以前に人間関係が分かってないレベルだ。久保選手は大丈夫だったの。ジャイアンツが獲得して、1年目から6勝を挙げるぜ。そして、只野和人は、視聴者に気が知る結果となったぜ。只野に関しては、他の球団は指名を回避してたから、まともに選手の調査もしていなかったぜ。とにかく、久保選手が無事にプロに行けてよかったよ。ところが、この問題はまだ続くぜ。翌年、ベイスターズは報復と言わんばかりに、東海大学の出身者をみんな球団から追い出したぜ。偶然なんじゃないの？解雇となった日本人選手とコーチ6名中、4名は東海大だ。しかも、この時、球団社長か GM かは不明だが、解雇した選手に投げかけた言葉がこれだ。まあ、なんだ、君とは契約しないから他の球団でやりたいなら、彼に連絡して。そう言って編成担当の名刺を渡すだけ。確かに解雇した人選と態度を見ると、報復と言われても仕方ないかもね。さらに、年俸が高騰していたベテラン選手を不良債権と呼び、それが選手自身の耳に入ってしまうようになる。マジで、石井拓郎は DDS 体制になってからベテランが不良債権と言われていることを知り、モチベーションが落ちた、と語っている。年俸が問題なら、契約更改の時直接言うべきだし、不良債権なんて陰で言っちゃダメだよ。こうした人事のいい加減さと、横暴が TBS の特徴だ。理不尽な解雇を見た若手は不安になるし、その若手を引っ張るベテランが腐り出してしまった。TBS がオーナーとなって、いきなりこれ、この後、もっとひどくなるぜ。森監督の2年目は再開で終わる。森監督は解任され、次の監督は太陽時代のスター選手である山下大輔が監督に就任した。ただ、この時点での監督は、貧乏くじだ。どういうこと？怪我人が多い上に、かつての主力選手は移籍や引退、タイロン・ウッズなど、即戦力となる補強もあったが、ルーキーが多く、世代交代がうまくいっていない状態だ。マルハ時代の補強結果が響いてきたね。だから、山下監督は、若手を実戦で育てる育成方針を取る。村田、内川、吉村など、後の主力となる選手に経験を積ませたが、打者育成を優先して、ノーガード野球をすることになり、失点を重ね94敗もして再開となったぜ。育成優先なら仕方ないかもね。育成優先の効果か、2軍はイースタンリーグで、順調に勝ち星を上げ、優勝を狙えるようになったぜ。2軍が好調ならさ、せめて2軍で調子の良い選手を、1軍で使っていればまだ、マシな結果だったんじゃ。そうなんだが、実はこの時、2軍で絶好調の選手を1軍に呼んでは、ろくに使わずに、また2軍に落とすのを繰り返していたぜ。なんでなの？ 1 軍が最下位なのに、2軍が優勝はまずいという理由で、2軍を勝てなくするためにあった。嘘でしょ？仮にこれがただの噂だとしても、2軍の若手は、先の東海大学出身選手の解雇や、活躍した先輩がひどい扱いを受けているのを見てるのは事実だ。チームのためにプレイする意欲が消えても責められないぜ。ベテランたちも不良債権扱いされてやる気がダウンしてるし。だったら、コーチが締めればいいんじゃないの？そうなんだが、この後コーチたちを呆れさせる事件が起きるぜ。何が起きるの？山下監督体制は、2年目も再開だった。山下監督は2年契約なので、続投か、新監督を呼んで満了とするか、球団内部で決まったら、まずは本人に伝えなければならない。解任なら、次の仕事も考えないといけないしね。しかし、山下監督が契約を延長しないことを知ったのは、来期の横浜に牛島監督就任、という新聞報道だ。ベイスターズは山下監督に一切知らせてなかったの。ああ、山下監督が球団から契約延長しない旨を話されたのは、新聞報道が出てから数日後だ。おまけに退任会見に、事情を説明するべき峯岸社長も、GM 山中も同席せず、会見に同席したのは一軍マネージャーだけ。自分たちで監督を選んでおいて、思い通りに行かなければ、雑に切り捨てるのか。だから、コーチたちは激怒した。複数のコーチが、俺も辞める。と言ったが、山下監督や松原ヘッドコーチが、責任を取るのは、俺たちだけでいい、と説得して、なんとかベイスターズに留まってもらうぜ。こんな雑な扱いは、聞いてるだけで辛いよ。ただ、これでも TBS 砂原オーナーは、球団運営にまだ好意的な人物だったんだぜ。この砂原オーナーも、2004年に起きた、市林博に対する裏金問題の責任を取って退任をするぜ。じゃあ、新オーナーが来るのね。空気が変わるかな？ここからが、本当の地獄だ。ベイスターズを徹底的に腐らせた悪魔がやってくるぜ。新オーナーとなったのは若林清だ。若林は、自分の腹心に当たる人物を常務に就任させた。この二人が来て、さらにチーム状態は悪化するぜ。
何をやらかすの。2005年、牛島監督の新体制となり、移籍してきた門倉健や土井善晴の活躍はもちろん、山下前監督のもと、経験を積んだ選手たちも奮闘し、牛島監督の1年目は3位でシーズンを終えるぜ。現場はいい感じじゃない？しかし、新オーナーは露骨に経費削減を従ってきてな、キャンプ地沖縄から、湘南に変更、監督が補強をお願いしても、球団側はそれを無視だ。なぜいきなり経費削減の方針になるの？去年、那須の匠の獲得に5億3000万円という異常な契約金を使っていた。あと、去年大魔神佐々木のベイスターズ復帰にあたり、36歳のベテランに年俸6億5000万円も出した。めちゃくちゃじゃないか。この予算を TBS から引っ張ってきたのはすごいがな。ただ、現場は成果を出しても、節約を強いられてしまい、前向きになりつつあったチームの士気を落とした。そして、牛島監督2年となる2006年は再び最下位に転落。牛島監督は契約延長を断って、ベイスターズを去るぜ。さらに、同じ頃、ベイスターズ内部抗争が勃発する。山中正剛は2006年の WBC 技術委員として、一時的にベイスターズから離れていた。WBC が終わり、球団に戻ってくると、突然編成部門から外され、日産から別の GM と球団社長を呼ぶことを告げられる。事実上の左遷だね。でもなぜ今になって、後ろ盾となる球団経営に前向きな砂原オーナーが辞任した。TBS 内で球団経営反対派の勢力が大きくなり、全オーナーの息のかかった人間を排除し始めたわけだ。球団職員も一斉に常務の味方をして、山中と会話すらしなくなる。そして、那須の獲得に5億使ったことをはじめ、球団内部のことが次々とマスコミにリークされる。山中はベイスターズ低迷の戦犯として、猛バッシングされる。でも、当然なんじゃない？成果も出せなかったし、山下監督を雑に切ったことをはじめ、現場とフロントに溝を作ったのも事実だ。だが、内部情報がリークされたという点が怪しい。なんでさ、新たな権力者が自身の正当性をアピールするために、前の権力者を悪にするのは、よくあることだからな。ああ、確かにそうだね。山中一人に人事面のあらゆる失敗をなすりつけた可能性もある。恐ろしい。あくまでも、可能性の話だがな。こうして、山中を排除した後、若林オーナーの腹心である常務が、一気に球団を掌握、独断で監督や獲得選手を決めるようになる。あれ、日産から来た新社長と GM は、ほぼ、お飾りだ。常務は肩書きこそ社長の下なんだが、社長を飛び越えて、独自にオーナーから決裁をもらうようになるぜ。その結果、球団社長でさえ、獲得選手や新たな監督が、誰になるのかわからない、異常なチームとなっていくぜ。このように、内部がごたごたしている中で、次の監督は、98年の優勝メンバーを鍛えた大矢明彦に決まる。10年ぶりにベイスターズに復帰した大矢監督は、チームを見て唖然とする。不良債権扱いされ、モチベーションの落ちたベテラン、スパイクすら履かずに練習する選手、ミーティングを開いても誰も話を聞かない。ピッチャー牛田の入場曲は、パチスロ。なぜこんなことに、選手たちは理不尽な解雇される同僚や監督を見ているし、バカバカしいお金の使い方も見ている。頑張って A クラス入りをしても、フロントが水を差して、すぐに勝てなくなる。何より、勝てなくても個人成績さえ良ければ年俸は上がる。腐っていって当然だぜ。こうして、大矢監督が知るベイスターズはなくなっていた。それでも2007年は、村田のホームラン王獲得をはじめ、移籍してきた選手たちの活躍もあり、4位でシーズンを終えるぜ。2008年はもっと良くなるんじゃない？2008年は、村田が2度目のホームラン王に輝き、内川も首位打者を獲得したぜ。すごい、これなら A クラス入りかな。結果は、ぶっちぎりの最下位だ。首位打者とホームラン王がいるのに、ぶっちぎりの最下位だ。なんでそんなことになったの？まず、勝ち星を計算できる先発ピッチャーが、三浦番長くらいしかいない。あとのピッチャーは経験不足の若手や、制球に難のある外国人ピッチャーばかりだ。さらに、守備の頭脳となる、正捕手の相川洋二が怪我で離脱。2番手のキャッチャーがいるから大丈夫だよね。その2番手のキャッチャーの鶴岡はシーズン中に放出した。嘘でしょ？その結果、経験不足のキャッチャーが、経験不足の若い投手や、制球に難のある外国人投手をリードする地獄が生まれ、内川と村田がヒットやホームランで打点を上げても、地球でランナーを出しては、ホームランを打たれるようになる。ああもうめちゃくちゃだよ。一軍レベルの選手が6人いないから、大矢監督は、二軍レベルの選手を使わざるを得ない。それ以前に、フロントが独断で選手を獲得するから、どんな選手が来るかわからない。この状態なのに、無能采配とメディアやファンに叩かれる。大矢監督の顔からどんどん正気が抜けていき、こんな言葉を口にする。いろんな自殺方法があるな。あと、壁に向かって話しかけるようになる。大矢監督はどうなるの？若林オーナーと常務は、解雇するつもりでいたんだが、球団社長がクビにしたら、また同じことの繰り返しです。
と、必死に説得して、続投となったぜ。お飾りじゃなかったのね。この人なりにチームのために奮闘していたんだと思うぜ。ただ、監督の代わりに多くのコーチが解雇されてしまう。それでも、大谷監督は少しでもチームを良くするために、ピッチャーが欲しいとか、外野を守れる強打者が欲しいとか、諦めずに球団に対し要望も出しているぜ。いい選手来たの。外野を守れる強打者としてダン・ジョンソンを獲得したが、彼は内野しか守れなかった。へ。そのダン・ジョンソンは、シーズン終了後、内野しか守れない、という理由で解雇だ。何を言ってるのかわからないんだけど、安心しろ。みんなわからん。この状態で2009年のシーズンが始まるが、5月に突然大谷監督の解任が発表される。続投じゃなかったの。常務が独断で解任を決定したぜ。そして、2軍で監督を務めていた田代富夫に監督代行を依頼した。ここで常務は田代富夫に対し、非常に舐め腐った条件を提示する。相場の半額以下の年俸で監督をやるように話し、勝率5割で、正式な監督として来年も続投という条件も提示した。このチーム状況の上に、5月時点で30敗以上しているから、勝率5割なんてまず無理だ。辞めさせるのありきで、安くこき使おうとしてるじゃないか。時を同じくして、若林オーナーが球団社長と GM を呼び出す。大谷監督解任の説明でもするの？いや、こんな話をしたぜ。ベイスターズ低迷の原因はなんだ？選手が悪いのか、監督が悪いのか、はっきりさせろ。原因はあんたたちなんじゃないの？オーナーも常務も自分たちに非があるなんて微塵も思っていないぜ。いや、社長と GM を呼び出した時は、記者もいたから、低迷の原因を二人になすりつけるパフォーマンスかもな。チームはどうなったの？いきなり監督を変えても勝てるわけもなく再開だ。じゃあ、田代監督も解任じゃないか。ただ、田代監督は、長い間2軍のコーチや監督をやっており、面倒見が良い人で、多くの選手に慕われていた。だから、選手たちは球団に対し、来季も田代監督、とお願いをしたんだ。引き入れてもらえたの？ああ、球団社長が田代監督の来シーズン続投を発表した。これには選手たちも喜んだぜ。再開とはいえ、チームは明るさを取り戻しそうだね。しかし、突然、スポーツ紙に、ベイスターズ監督に小花隆を就任という記事が載った。はぁ？生え抜きの田代監督より俺が連れてきた監督に任せてチーム復活の方が TBS の手柄になるし、必ずチームも蘇る。俺天才じゃね。またも常務が独断で決めた。田代監督はもちろん、球団社長でさえ何も聞かされていなかった。また前向きになりかけた現場の心を打ったね。そして、日産から来た社長と GM も解任されるぜ。なぜこの二人も、低迷の責任を取らされたんだが、佐々木社長は飼い犬に手を噛まれた、と漏らしており、山中正武の時と同じように、内部抗争で追い出されたと思われる。そんなに内部で争っているの？ああ、昨年、球団は石井拓郎に引退を勧告しており、口外するな、と石井本人にも言ってたんだが、翌日には、普通に新聞に記事が出ている。フロントが足の引っ張り合いをやって内部情報がリークされるのはしょっちゅうだ。球団への不信感からこの年の前後で主力選手が去ったぜ。選手が気の毒だよ。小花監督ってどんな人なの？詳細なデータで徹底的に分析し、指導、采配を取る人だ。あれ？これってチームが崩壊した森監督と同じような？そうだぜ。またチームカラーに合わない監督を呼んでしまった。当然噛み合わず、2010年も再開となったぜ。そしてまた、コーチだけ解任された。島田ヘッドコーチは球団に呼ばれ、再開の責任を取る人が必要です。それが私ですか？そうです。2年契約のわずですが、誰も責任を取らなくていいと。わかりました。やめます。でも、こんなことやってたら誰も来なくなりますよ。ありがとうございます。これからも頑張ります。何を言ってるのかわからないんだけど、大丈夫だ。みんなわからん。ここで、リクシルがベイスターズ買収という話が出てくる。これで悪夢が終わるね。しかし、リクシルは球団の本拠地移転を希望し、猛反対に遭い、買収の話は白紙になったぜ。じゃあ来年も TBS が親会社なのね。ああ、2011年も TBS が球団を運営するが、再び買収の話が出てきて、DeNA が親会社となる。こうして10年にわたる悪夢は終わるぜ。DeNA と TBS の球団引き渡し手続きの席で、TBS 側の一人の人物がこう語った。我々と同じ失敗を繰り返さないでいただきたい。どの口が言ってるの？そう思うのは仕方ないんだが、TBS 内でも、自分たちが球団を腐らせていると分かっており、心を痛めている人間がいたんだぜ。そうした人たちが、陰でベイスターズのために動き、球団に顔を出して、現場を励ましてくれたりもした。そして、自分たちの失敗を伝えて、DeNA に球団を託したぜ。こうして、悪夢の TBS 時代は終わった。しかし、DeNA がいざ球団運営という扉を開けると、現場のひどさに唖然とする。ベイスターズ再生に向けた苦難が襲いかかるのだが、それはまた別の機会に話すぜ。ひどすぎて聞いているのがしんどかったよ。長くなって申し訳ないが、ここまで見てくれてありがとうございますなんだぜ。これからも頑張っていくから、またお会いできると嬉しいぜ。ご視聴ありがとうございました。